というわけで、朝の鍛錬1-2-3-4-5-5-5の時間がやってまいりました。ということで、で私、髪洗ってきましたね。風呂に入ってきました。ということで、今日月曜日です。ということで、40キロを、金曜日、5回目上げましたんで、昇段試験合格で50キロ、今日から、挑戦していきたいと思います。ということで、50キロ1回目ね。ということで、まずは40キロ上げます。はい。よいしょ。40キロね。まずは前の段階から、ね、40キロ。いくよ。はい。40キロいきまーす。よいしょ。ちょっとね、疲れてるんだね。よいしょ。よし、いくよ。いきなり40キロ大丈夫かな。できるか。40キロ OK。 うん、だいぶもう持ち上げられる感じ。ということでね、はい、ということで、どうやって50キロ満たすかというと、まあね、こういう時5キロ感があったらいいんですけども、大丈夫かな、長引かないかな。ペットボトルちゃんにね、この 1.5、 2リッターがあったらいいんだけど、 1.5 リッターペットボトルちゃんでちょっと調整しながら、5リッター、だから 1.、 ここちゃんと音声入ってるかな、音声入ってるね。はい。で、 1.5 リッターペットボトルちゃんだと1.5 キロ、あ、ごめん、1.5 キロだから、次のね、2個目のポリカンに入れます。はい、あれが2個目のポリカン、はい、1.5 リタ、1.5、はい。なんかもう手っ取り早い方法ねえかな。まあいいや、1.5。はい。で、ほ。はい。これいこう。で、強制的に乗せちゃった方がいいかな。まあいいや。と、せーの、よっしょー、ほっ、よし、4.5の、3等分の0.5。 0.5。
て、まあ何かちょっと見て、0.5。なかなか準備が難しいんですね。はい、はい、これで片っぽ5キロと片っぽ5キロ、これですね。こっち、こっちが片っぽ5キロ、これで入れました。もっと手っ取り早い方がねえかな。え、じゃあなんかあれ、ジョーロかなんか買ってきた方がいいよ。どう思う？まあいいや。なんか 5キロ缶で注ぐやつねえかな。はい、こっち。はい、こっちですね、2つ目よ。はい、1.5。3と3等分、3等分ね。 1.5 の3等分、はい、1.5 の3等分、頼むか。せーの、はい、というわけで50キロになりました。もうね、50キロ上げた方がいいんかね、このまんまね。なんだろう、え、じゃあ40キロ上げない方がいい、げっちゃんよ。上げてからした方がいい、した方がいいか、ね、ということで50キロになりました。ということで、はい、ということでね、よ、ということでね、50キロになりました。ということでね、重さはどんなもんか調べようかね、ちょっとやる前に。 いけるか。よし、ということで、せーの、うわ、1、いや、これか、わかった、これは50円ね。いきます。ということで50キロ5秒、1回目。はい、まあまあそんなもんか。50キロね、3 1.5 3 0.5、あ、 1.5 3 0.5、 あ、違う、 1.5 3 0.5 じゃねえ、1だ。だから間違えた、間違えた、 1.53 で 0.5 じゃねえ、 0.5 じゃ 3.5 か、あ、違う、あれ、え、じゃ計算間違った、あ、間違った。
ということで、一回これ引きます。はい。飛びます。はい。